どうも、老人性の高橋です。相変わらず勉強をサボっていたら、二宮和成さんを見つけ。気になって調べたので紹介します。二宮和成は、リーダーの大野里氏のことが大好きで、彼が、不在の時に早く帰ってきてと電話をかけ続けていた。そんなに電話をかけられるほど好かれている大野くんが、羨ましいですね。ちなみに嵐が活動休止中の現在も、大野くんには定期的に連絡を取っているみたいです。続いてはこちら。ジャニーズのオーディションで、 ダンスの課題の時、ただずっと揺れていたら、合格した。揺れているだけでも合格できるほど、二宮くんは優秀だったんですね。ちなみにオーディションの日は、本当は野球の試合に行く予定で、オーディションには行きたくなかったが、母親に5000円あげると言われ、それにつられていくことになったそうです。全国の二宮ファンは、この5000円に感謝ですね。僕は二ロ宇宙ですが、揺れてるだけで合格できたらなぁと思います。続いてはこちら。木村拓也に誕生日プレゼントをせがみ、 大量の服をもらった。キムタク曰く、二宮の私服はもともと、健康ランドの帰りみたいな服だったとのこと。プレゼントでもらった後は、映画の試写会に全身キムタクのお下がりを着てきたりと、古着が大活躍だったそうです。続いてはこちら。のの短冊にに昔から一度も叶叶ったたこととがないいいで絶対叶いますようにと書いた何を書いても叶わないなら、そのように書いてしまおうという気持ちはわかります。 でも今の二宮くんなら願い事を叶えてくれる織姫様がたくさんいるはずです。僕は短冊に大学に受かるようにと書きましたが、受験に落ちたら来年からは絶対叶いますようにと書きます。続いてはこちら。午後9時まで誰からも LINE が来てないことを Twitter で嘆いたことがある。フットラインを見て誰からも連絡が来てなかったら少し悲しいですね。ちなみに二宮くんの Twitter は2023年に密かに誕生し、2週間でフォロワーが160万人いったそうです。 さすがは大人気アイドルですね。僕はそろそろ勉強に戻りたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。